マルセル・ベルナールは、フランス・ラ・マドレーヌ市出身の男子テニス選手。1946年の全仏選手権、男子シングルス優勝者で、第二次世界大戦終戦後の全仏選手権で、最初の優勝者になった人である。ベルナールは、戦前の全仏選手権でも、1935年、1936年に、混合ダブルスに連覇があり、1936年に、 男子ダブルス、混合ダブルスの2部門制覇を達成した。彼は、第二次世界大戦を挟んで、1931年から1956年まで26年間の長い選手生活を送り、男子テニス国別対抗戦、デビスカップフランス代表選手としても長く活動した。左利きの選手、ベルナールは1931年、17歳の時から、 全仏選手権に出場し始めた。二度目の出場となった1932年、彼は初めてシングルスの準決勝に勝ち進んだ。準決勝では、アンリ・コシェに敗れたが、その勝ち上がりの過程では、4回戦で、日本の佐藤二郎を破った勝利がある。1935年から、デビスカップのフランス代表選手になり、同年の全仏選手権で混合ダブルス初優勝を、果たす。 最初のパートナーは、スイスのロレット・パヨーであった。翌1936年の全仏選手権で、ベルナールは、男子ダブルス、混合ダブルスの2部門制覇を達成し、シングルスで4年ぶり2度目の準決勝に進出した。男子ダブルスでは、かつてのフランス、40師の一人であったジャンボロ・とラトペアを組み、決勝で、イギリスペアのレーモンド・タッキージョージ・ヒューズ組を6から2、 3から6、9から7、6から1で退けた。2度目の混合ダブルスでは、ビリー・ヨークと組み、この部門で2連覇を成し遂げた。ベルナールの戦前の全仏選手権、シングルス成績は、1932年と1936年の2度のベスト4が最高であるが、1933年と1935年のベスト8もあった。 1932年の4回戦で佐藤二郎を破った試合のほかに、1933年の3回戦では布井良介、1935年の2回戦では西村秀夫に勝ったこともあり、3度日本のトップ選手たちと対戦した。全仏選手権以外のテニス4大大会では、ウィンブルドン選手権は1935年1937年、19 全米選手権は新人だった頃の1931年、1932年と、それぞれ2度ずつの出場記録を残しているが、彼の海外試合出場は、戦前の4度だけである。しかし、彼のテニス経歴は、全仏選手権、デビスカップとも1937年に中断した。1939年の第二次、世界大戦回戦よりも2年早かったが、 戦時中の彼の様子はあまり伝えられていない。1945年に第二次世界大戦が終結し、1946年からテニス四大大,大会も開催が再開された。マルセル・ベルナールは9年のブランクを経て、32歳という年齢で全仏選手権に復帰する。彼自身はイボン・ペトラとのダブルスのみに出場する予定でシングルスに出るつもりはなかったというが、 周囲の説得でシングルス出場を決めた。終戦後最初の全仏選手権でベルナールは男子シングルス、男子ダブルスの2冠獲得を成し遂げた。初進出のシングルス決勝ではチェコスロバキアのヤロスラフ・ドロブニーに3から6、2から6、6から1、6から4、6から3の逆転勝利を収めた。ペトラとの男子ダブルスでは エンリケ・モレアパンチョ・セグラ組に7から5、6から3、0から6、1から6、10から8で競り勝ち。ベルナールは男子ダ,ダブルスで1936年以来10年ぶり2度目の優勝を果たした。ベルナール以後、1983年全仏オープンでヤニック・ノアが優勝するまで37年間、フランス人の男子シングルス優勝者は現れなかった。終戦により、 デビスカップも再開され、ベルナールは9年ぶりにフランス代表復帰を果たす。この年、彼は当時の男子テニス世界ランキングで5位に入った。ベルナールは全仏選手権で単腹優勝した後も10年間テニス界に留まり、42歳を迎える1956年まで現役を続行した。彼はキャリアを通じてダブルスに優れ、 デビスカップでもシングルス通算13勝8敗に対してダブルスでは16勝5敗の成績を上げ、デハイ通算29勝13敗の成績を残した。1968年にフランスローオンテニス連盟の会長になり、当地のテニス界の組織運営に携わった。フランスのテニスの歴史に大きな足跡を残したマルセル・ベルナールは、 80歳の誕生日を迎える1ヶ月前の1994年4月29日に亡くなった。ありがとうございます。